い骨があるんですけど、この硬い骨を貫かないように、貫かない、ダメです。でこの先端から針刺し入れます。骨と、まあ、皮の間に針刺し入れていくような。唇のこの辺ですか？そうです、そうです、手前です。唇とその上顎骨の間に針刺し入れるような感じですね、はい。で針先が入りましたら、そのまままっすぐ縦に、まっすぐ縦に、これだけです。で鼻がきちんと本当にひらめかかりが悪いんで、まあ、できるだけこの縦掛けに進めてます。縦がいい、縦掛けしてた、はい、あ、その鼻がきしたら横に向くかなと思ってですか？そうですね。で、不思議とカップしないかかりが悪いです。そんな場所的には変わらんから、変わらなそうやけど、向きなんですけどね、ね、縦か横かってます、ね、そうですね。で、今やったように浅く使ってもらわないと骨を貫いておく悪い例してるんですよ。立てって言うと、この硬い骨を貫いて、ここをざっくりとこういう感じです。これだともう味がすぐ弱ります。そういうことで、針先もあんまり出ませんので、あのかかりも悪いですので、この刺し方がある。で、棚なんですけど、もう50センチ以内ぐらいで、生地が浮いてる状態です。まあ、1メーターとか上げやすいとか。1メーター上げてるといいです。だいたいね、浅いと2カットからしてる量が多いんですが、まあ、極端に1メーター切ってようが2メーター切ってようが、やがて底が追いかけてきますから、生地は出資するわけです。で、きっちり50センチをトレースしろっていうわけじゃないです。要は、仕掛けがピッと立った状態。こういうふうに回転についてこういうふうにずるずるこういうふうに状態になって、いつもこの仕掛けをぶら下げてるっていう状態になってます。こうやって設置さすと、当たりが前当たりが分かれるので、それとこうお祭りの起点になりますんで、そこをずるずるやる人を起点にしてもお祭りの釣りが崩壊してますんで、全員の釣りが浮いてればお祭り壊せますんで、鉛が設置したら浅くなったこの糸を巻き入れて鉛を引き上げる。で、やがてまた鉛が流れていってますから、そこが追いかけてきます。また設置ずらします。設置したら竿先にコト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 太ってる振動が来ますから、そしたらまた浅くなったこの糸を巻き入れて鉛をそこから浮かす、まあ、そういう感じでやっていただければ。はい、わかりました。めっちゃ丁寧ですけど。いつも印鑑の底ばっかりこう意識して当てを当てるって必要はないですから。わかりました。ありがとうございます。狙ってなくても多分青物がかかると思うんですよ。青物来るともう走ってもう原因決まってますんで、もう誰かが青物来ましたらもうそのピンクの方は嘘で仕掛け回収してあげてください、はい、その方がもうあと釣り場の流れが切れませんから。はい、お願いします。
あのハマチ一番最初に釣ったら何て言ってますか。あのカラオさんとバカ高になります。あれ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 。まだ美味しいやつやこれ。サメ釣れるし、魚釣れ。うわ、でか。ナイスサメ。よっしゃ。サメ。うわ。うわ。うわ。食べよ。食べられよ。うわ。何サメなんや。白ダメ。白ダメ。どっちサメは。それ電動でいけるよ電動で。立てて、もうペーって巻いたらいける。フグ？こんなでかいの？えぐ。あ、ワームみたいに。そのまま、うん、こんなでかいフグおんの？君が、あの、何回も買ってこと。うん。当たりある。来た来た、よっしゃ、来ました来ました、いいサイズじゃないですか。よっしゃよっしゃ、いや違ったら恥ずかしいから。よっしゃ来た。やっぱこれですよ、これナイス。
間違ったら高いな、ね、ハハ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 ハ